ゲリピー、ゲリピーは普通に役者の人じゃ汚い。え、どうやって？ゲリピーはさ、だってゲリピー順番違う、順番違う。あ、そう、ちょっと待って、そう、これの話をしたかったんだ。俺は一生、俺はね、気に食わねえことがあんだ。俺が話めちゃくちゃそれるけど聞いてくれ。俺が一個許せねえ問題があんだよ。みんなエネルギーカード知ってるかい？エネルギーカード、エネルギーってさ、いろんな呼び方があるじゃん。例えばぐるぐるエネってわかる？あ、出てくるな、ぐるぐるエネ。渦巻きエネ、そう、そう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 、渦巻きエネじゃないのって言ってる人もいる。ポケモンカードのエネルギーの略称って基本的にプレイヤーがつけてるから、ぐるぐるエネって呼んでる地域もあれば、渦巻きエネって呼んでるところもある。渦巻きエネでも多分出てくる。あ、渦巻きエネ出てくるよね。渦巻きエネでも出てきます。悪魔、そう、はい、君今地雷踏んだよ。誰？キュウリさん。はい、キュウリさん地雷踏んだよ今。それの話をしたかったんだ。とりあえず話戻しましょう。まずぐるぐるエネ、わかる、ぐるぐるしてるから。渦巻きエネ、わかる、だって渦巻いてるから。ブリザードエネ、出てくる、わかる、吹雪いてる、これをブリザードと呼ぶ、わかる。ボーダーエネ、わかる、線が入っててボーダー入ってるからわかるよ。ストライプエネもわかる、ストライプもわかるよ。ストライプエネ、これわかる、なぜなら線が入ってるから。ボーダーエネって言う人もいるし、ストライプエネって言う人もいる、わかる。そこら辺はね、しょうがない、だってプレイヤーが呼び方決めてるから、ストライプって呼んだりボーダーって呼ぶ地域がある。まあそれは全然いいんだ。シルエットエネ、わかる、だってシルエット入ってるやん、裏に、裏にシルエット入ってる、わかる、シルエットエネわかる。じゃあホロンエネ、ホロンエネってなんでホロンエネって呼ぶと、そう、ホロンエネってなんでホロンエネって呼ぶかって言ったら、ホロンエネってホロンっていうパックから出る、ホロンの時代のパックから出るカードだからホロンエネって呼ばれてるんだよね。で、はい、いきますよ。悪魔グ、悪魔グエネ、悪魔グってさ、なんで悪魔グって呼ばれてると思う？悪魔グエネ、レンゲさん正解。悪魔グエネはなんとマグマ団 VS アクア団っていうパックから出てくるから、いい、もう一回言うよ、いくよ、もう一回言うよ、もう一回言うよ、ゆっくり聞いて。悪魔グエネはマグマ団 VS アクア団のパックから出るから悪魔グなんですよ。そう、はい、マグアクじゃないの？それそれです。俺はね、ずっとマグアクって言ってるの。マグアクいいね、マグアクいいねって俺は言ってんの。俺はマグアクって言ってんのよ。でもね、これじゃあなんで悪魔グって呼ばれてるかわかる？これ悪魔グって今呼ばれてるじゃん。なんでだと思う？なんと悪魔グって言い出した人ね、悪魔がかっこいいからだよ。悪魔がかっこいいからだよ。悪魔グにした理由、悪魔がかっこいいからだよ。そう、響きが、マグアクが正式名称じゃん、普通略称って言ったら。なんで悪魔グになってるかって言ったら、悪魔の方がかっこいいから、響きが、だから悪魔グって呼び出したんだよこの人。許せなくね許せなくね。だから俺はもう一生ふざけんなと、普通に略せと、マグアクだろうって昔からずっと言ってんのに、どこかのそのブログの人が悪魔グって呼び出して、悪魔の方がかっこいいからみたいな、よくわからんに、なんでそれが流通し、でしかもみんなそれ使ってんじゃん、悪魔グっていう名前を。意味がわからんだろ、なんでお前らみんな悪魔グって使うの、マグアクだろ普通に考えてっていう、これ俺の地雷です。でマジでさ、本当にもうイラついてる俺は。なんでさ お前のつ、いやいいよ、ボーダーエネルギーとストライプとかもう見たらわかるからいいやん。線が入ってるからボーダーって呼んだり、その線が入ってるからストライプって呼ん、わかるわかる、いいじゃん、それはいいじゃん、もう各地方で呼び方が変わっていい。でもさ、マグマ団 VS アクア団のパックから出たエネルギーを略称したら、ま、マグアクじゃん普通に考えたら。お前何勝手に悪魔グにして、しかもそれが流通、もう信じられない、俺もうふざけんなって思ってで、レンテビー勝ち切れちゃう。いやマジで本気で、本気でもう悪魔が広げたやつマジふざけんなと思ってもアスランさん BN カップリングの地雷ルカリオ&メルメタルって略称は普通はルカメタじゃん、普通に考えたら略称って。でもさ、大手通販サイトと同じ名前になるじゃん、メルカリだから、おもろいからメルカリって略す人もいて、そのメルカリっていうルカメタ GX のことをメルカリって言う層も結構いるじゃん。略すならルカメタだろって思ってるから。メルカリはまだわかるっていうかさ、まだわかるっていうか、わからないけど、俺からしたらわからないけど、わからないけど、でもメルカリってあの通販サイトのメルカリのことだよなって言って察することができるじゃん。でもさ、悪魔グがなんで悪魔グって呼ばれてたかとかさ、知らないじゃん、みんな知らなず、知らずに悪魔グって呼ぼ、呼んでんじゃん。もう腹立ってさ、メルカリは察することができるじゃん。通販サイトのメルカリを知った上で、この人はメルカリ GX って呼んでるんだろうなってなったら、まあ、それはそれで諦めつく、諦めつくっていうか、なんかいいやん。でもさ、悪魔は絶対知らずに呼んでる人いるやん。もう、もう、むし、もう、やめろーもう言うところから、戦争が始まるのそうかもしれない、マジ。元の名前を知った上で略す分には全然いいよ。だからマグマ団 VS アクア団のパックから出てくるエネルギーっていうのを知った上で、いやそれでも僕は悪魔グって呼ぶよっていうんだったらいいけど、これさ、だから元の名前を知らずに勝手に一人歩きしてるじゃん、悪魔グって名前が。だから許せないんだ俺は。お前勝手にこのよくわからない理由を定着させてんじゃねえよと思ってだったらマグアクにしろせめてと思ってかっこいいから悪魔グ、そうマジ
ジでありえんだろこれ。元の名前知った上で好きに略すのも好き勝手すりゃいいよ。俺からしたらね、知らずに悪魔グって呼んでるのがもううわー、もうこれだけでショート動画1本撮れるのクソ面白いな。マジ悪魔グって定義付けたやつ、デデン TV と全面戦争だからマジ。これを知った上でね、この略称を知った上で悪魔グの方がいいやっていうのだったら別にそれはそれで構いません。僕はこの先はもう自由です。あなた方の自由意志なんで別にそれは大丈夫です。メルカリがその通販サイトで存在している、でそれを知った上で ルカメタのことをメルカリって呼ぶ、それはもうあなた方のご自由にどうぞ。なのでもう今となっては、今この配信を見てくれた人たちが悪魔グって呼ぼうがマグアグって呼ぼうが僕はもう自由にしてくださいって感じ。ただ知らずに悪魔グって呼んでる層たちは自分たちがいかに恥ずかしいか、いや恥ずかしいっていうか、なんかくっそくだらねえ理由だということだけはマジで知ってほしいっていう、それだけだから。知った上で言いやすいんだったらそれはそれでいいんだよ。ただ理由を知ってしまっても怒りを覚えてしまう。マジで何が意味、そう